まあ、写真見ればわかるように、結構ね、横に長いんですよね。うん。結構ふくよかな体をしているので、再現しましょう。はぁちょっと厚みも増しましょうか。あー、こんな、はい、万字の石仏。でかすぎ。どうも、こばです。シティーズスカイライン実況やっていきたいと思います。日本全国をゆるーく再現する、ゆる日本作り。前回は、新潟県を作りました。はい、偽レインボータワーがそびえ立っております。で、今回はというと新潟県の、南西側に位置します長野県を作っていきたいと思います。長野県は南北に広くて、で、接する県も多くて、北は新潟県、東は群馬、埼玉、山梨、静岡、愛知、岐阜、富山、合計8県に接してますね。で、特徴としては、基本山です。めちゃめちゃ山ですね。すごいね。すごい山だね。これは飛騨山脈かな？で、数少ない平地というか盆地ですね。に、町が集中しているという感じになっています。では早速また目印をつけていきましょう。ユニクロ祭り。じゃあ高速道路を敷いていきましょう。長野はさっき言ったように山がちなので、その山の間を縫うような感じで高速道路も通ってますね。まずは中央自動車道。はい。長野県南東部の方から、茅野市を抜けて、諏訪湖のそばを通り、で、ここでジャンクションがあるんですね。で、そのジャンクションで、中央自動車道実は長野入っていかないで、そのまま折り返して、なんか南の方に行っちゃいます。難しいな。こんな感じかな。はい。こっちの方にね、行っちゃうんですね。ここが伊那市ですね。そして飯田市を通って、そのまま岐阜県に抜けていきます。ドン。で、さっきの岡谷ジャンクションから北にも伸びています。それが長野自動車道。北側に行きます。で、ここ二つあるユニクロ看板。右側が松本市、左側が安曇野市。この間を縫っていきます。で、はい、この大きな川、これは新潟の方から流れている、客が、新潟の方に流れている信濃川なんですけれども、名前がですね、長野県内入ると、千曲川って名前に変わりますね。で、ちょうどここはユニクロ看板置いてませんけれども、千曲市があって、千曲市のところにあるジャンクションで、南側、群馬から来ている上信越自動車道と合流します。この、あれだね、上越新幹線の奇跡の急カーブ強引な奇跡の急カーブの下をうまく通して、上信越、あー、このどこにある、なんかおかしいぞ。こっちじゃないね、上信越自動車道ね。こっから、北の方にこんな感じで、よ、で、ここで合流か。はい。で、戻りまして、千曲市のところにあるジャンクション、ここね。こっからさらに上信越自動車道が、伸びてますが、ここで問題が一つあってですね、右に見えるこのボロボロになってる廃墟、これが、ゆる日本の草津温泉なんですけれども、草津温泉ちょっとね、張り切りすぎた結果ね、だいぶスペースを取っちゃって、長野県の中にもろめり込んでますね。草津温泉がある群馬県、多分ここら辺まで。めっちゃ入り込んじゃってるね、ここね。まあでもね、かなり時間かけて草津温泉作ったんでね、消すのもちょっと忍びないので、草津優先ということで、はい。ちょっと幅寄せを食らった長野県さんには申し訳ありませんけれども、このまま行かせていただきたいと思います。で、上信越自動車道がこう伸びて、こっから、こんな感じかな？千曲川を渡り、長野じゃない新潟から伸びてきた上信越自動車道ガッチャーンと合流しますと。はい。主要な高速道路はこの3本ですかね。あとは国道敷いていきましょう。長野の国道はね、メインが3本ありまして、18号線、19号線、20号線。まず18号線は、この群馬県の偽高崎駅を作りましたね。ここの前にある、これが18号線、通称北国街道と言われてるらしいですね。通称なのか昔の呼び名かわかんないですけど、上田市の横を通ります。そして、長野自動車道をがっつり横断して、本当はね、千曲川の東を通ってるはずなんですけど、ご覧のようにスペースが皆無なので、ここはまあ、ゆるーく西側を通りたいと思います。で、そのまま新潟県に突入して、こっ
からこう合流しますか。こんな感じで、はい。国道18号線北国街道と呼ばれている道路ですね。で次19号線です。それは、津田港の西にあるここが塩尻市から、南西の方に伸びます。はい、こんな感じでね、山の合間を抜けていきます。ここの本当見てみてよ、こういうところね、こういうところをこう綺麗に抜けていくんですよ。よし、はい、ここから先は岐阜県ですね。ちなみにこれは旧中山道と呼ばれている道ですね、19号線。で、次は国道20号線なんですけど、20号線は東京に住んでたり、通ってたりする人には結構馴染み深いと思いますね。通称、甲州街道です。20号線は中央道と並行して走ってます。で、この辺りでこっち側にこう、はい、はい、中央道を越えて、諏訪湖の北側をぐるりと回って、塩尻市の先ほどあった国道19号線とくっつく感じですね。あ、トンネルができる。まあいいでしょう。はい。この3本のね、国道が、長野県内外をつなぐ主要な道路ですね。で、あとは、適当にまた敷いていきたいと思います。できました。なんだかんだ結構多かったわ。はい、じゃあここに町をポコポコ植えていきましょう。まあ、まずは県庁所在地からですよね。長野市、まあ、がっつり千曲川の中に入っちゃってますけれども、はい、ここですね。ちょっとこれどうしようかな。だいぶ草津温泉に侵略されてしまっていますけれども、これはどうしたもんかな。町を作る場所がないな。とりあえず、とっく。長野市、千曲市のあたりね、このあたりも一帯をとっくにしまして、都市名は長良市にします。とりあえず、長良市は高密度住宅を、ちょっと場所微妙ですね。非常に微妙。このあたりもちょっと使いたいな。もうしょうがないよな。場所ねえんだもん、これ。ちょっとね、頑張って、なんとか置いていこう。結構ね、川沿いにもね、高層マンション建てたりしますからね。はい。で、高密度商業、トンネルのすぐそばで高密度商業ってすごい違和感あるけれども、これはもうしょうがない。でですね、長野市には一つ、有名な観光というか、有名な名所があります。善光寺ですね。ちなみに写真は載せられません。事前に申請が必要らしいので、はい。皆さんの心の中にある善光寺をね、おのおの思い浮かべていただければと思います。で、まあ、神社系はね、いつも通りになっちゃうんだけれども、比較的このジャパニーズテンプルが、それっぽいような気はするなぁ。長野市の北西側なんだけれども、ちょっと場所がねえなぁ。ここかな？もうトンネルのすぐ脇っていう謎ロケーションで。ドン！これはすごい物議を醸し出すね。これやばいな。でも面白いからこれで。はい、行きましょう。ゆる日本善光寺。入ってみます。は、なんかよくわからない。は、登って。これはすごいな。浮いてるもんな。金が。消防署と警察も作りました。火葬場も一個作るかね。うん。病院も、うん、ないね。まあ、長野広いからね。一個は作っといた方がいいよな。じゃ、ここ。さあ、なんとかちょっとね、大都市っぽい感じにしたいな。そして長旅から下って、南の方にありますのが、松本市と安曇野市ですね。はい。松本市といえば有名なあれがありますよ。あれ。これ、松本城。松本城はね、ズバリそのまんまのアセットがありました。作成者の方ありがとうございます。ということで、これを建てましょう。松本近辺に作りたいから、この辺りに本当は作りたいんだけどなぁ。ちょっとあれだな。ここの山を切り開きましょうか。はい。この辺りちょっとこう、切り開いて。じゃあ、ここに、
ドン。はい、松本城です。こんな感じ松本城。俺行ったことないからわかんないんだけど、石垣が割と茶色いね。この木は、これはそういうもんなのか。これ邪魔じゃないか。これは俺が消さなきゃいけないものを消しないだけなんではないだろうか。あ、そうだ、やっぱりはい、消しました。松本城ですね。松本城の隣は松本城公園を作っておきましょう。いつもの日本庭園、安心感。さ、そっからさらに南に下ると、これが諏訪湖ですね。諏訪湖の脇にあるこのユニクロが、茅野市で、諏訪湖というとですね、諏訪大社、また神社ですね。まあ、こうしてみると神社って日本多いね、やっぱりね。すごい数ありますね。で、諏訪大社は、合計4つあるのかな。諏訪湖の北側に2つ、南側に2つなんですが、ちょっと4個も置くスペースないので、それぞれ1個ずつ置きましょう。ちょっとちっちゃくて、大変申し訳ないけれども。でん。これが諏訪大社の下社ですね。で、上社は、諏訪湖の南側、ちょっとこの辺りにじゃあ、作りましょうか。はい。すごいね。全然大社感はありませんけれども。はい。で、諏訪大社の近くには、万字の石仏っていう仏像があります。まあ、せっかくなんでね、それも作りましょうか。はい。いつものこのでかい、牛久でも使った、牛久と高崎観音で使った、これをベースにですね、一回、プロップにして、置く、まず小さくして、で、まあ、本当はもっと小さいなら、まあ、こんぐらいにしておきましょうか。あまり小さくすると今度はね、全然わかんなくなっちゃうから。これぐらいにして、場所は諏訪湖の北なんですよね。なので、ま、この辺りかな。この辺りに作りますか。はい。地面にめり込ませます。まあ、写真見ればわかるように、結構ね、横に長いんですよね。うん。結構ふくよかな体をしているので、再現しましょう。はぁああ、いいね。ちょっとそれっぽい感じになったね。万字の石仏ですね、これね。ちょっと厚みも増しましょうか。ああ、こんな、マスクデラックス感。はい、万字の石仏。でかすぎ。さらにさらに下って、中央道沿いにあるのが、飯田市。はい。こんな感じかね。で、南側はそれで、あとは岐阜県なり愛知県なりに繋がってますので、北側に戻りましょう。ここにあるユニクロは、これは佐久市ですね。佐久のすぐそばには軽井沢があるので、作ります。しまった、忘れてた。新幹線通さなきゃいけないのか。北陸新幹線ですね。どうしようかな。一通り作った後だな。流吉のところになんとか駅を頑張って作るか。これなんだこれ。あ、そうか、消防署か。ちょっと消防署場所を移してさ、ちょっとこの後、ああ、いいか、ああ、ああ、大変だ。ここら辺にこう、ドーン作って、ちょっとここら辺にこう、駅を作りたいな、頑張ってな。なんとかなるもんか、今から。ダメだでかすぎる。どっか置けねえか？作る順番間違えるとこうなっちゃうからね。いやもうむしろ長野いらねえか。だって近いもんね。この偽高崎駅からさ、すぐそばだもん、長野。いいか。ごめんなさい。長野にお住まいの皆さん申し訳ない。北陸新幹線スルーさせていただきます。ただ線路はちょっと作っときましょう。まあね、ゆる日本小さいからね。もうこれはちょっとやむなしということで。はい、高崎駅から、こちら側にこう。頑張れ！頑張るんだ！よ、千曲川沿いを、頑張れ！高架にして、こんぐらいはいけるかな？はいはいはい。こうして、すごい、もうむしろこれ川の中を突っ込んでいった方がいいんじゃないかな。北陸新幹線、川の中を進む。はい、そして、で、こちらが、このユニクロが、飯山市ですね。はい、飯山市のそばを通って、よ、新潟に入りまーす。で、糸魚川市のあたりを、こう、ダーンって通ってって、まあ、止まりませんけどね。まあ、とりあえずここまでかな。はい。すげー高さだな。まあ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 、ね、
もういいんじゃないかな疲れが見える。はい、一応北陸新幹線の線路を敷いてみました。がっつり千曲川の中に入ってますけど、で軽井沢を作りたいですね。もう偽高崎駅のすぐ南になっちゃいますけど、これ群馬じゃなくてここは長野県ですね。うん、ということにしましょうか。道がなんかあれなんだよね、ちょっとおしゃれな感じの道だよね、きっとな。ストーンタイニーロード、こんな感じ、こんな感じ。あーあー、いいね、ちょっとおしゃれ感あるよ、おしゃれ感ある、いいねいいね。でなんかおしゃれ感あるお店を建てたいな。ちょっと洋風にしたいから、アセットで途中で導入した建物じゃなくて、バニラで元々ある建物の中から選んでみようかな。こんなんとか、これなんだこれ、え、これは違うだろう、これガソリンスタンドじゃん、これはちょっと違うな、なんかいまいちだな。家っぽい方がいいのかな。ショップで今探してるけど、住宅の方がそれっぽく見える。いやー、なんかちょっと違うな。あ、オーガニック系のお店がいいかもしれないな。ちょっと違う気もするな。まあもうしょうがない。うん。これをゆる日本の軽井沢としましょう。はい。これもしょうがないよ。もう作るから。もう作っちゃうから、俺。うん。はい。軽井沢感ゼロだな。なんか、高速通ってるしね。軽井沢感はないけれども、うん、なんか、ちょっとおしゃれ感はちょっとあるな。多少おしゃれ感はあるな。軽井沢じゃないけどな。あとは、地獄谷温泉がありますが、残念ながら草津に侵食されてしまいまして、作れません。まあ、その代わりね、ちょっとこの辺り、地獄谷にはさ、野猿公園っていうね、猿が、いる公園があるんで、ちょっと猿だけでも置いときましょうか。はい、野猿公園です。長野県の観光地、ラスト、上高地を作りたいと思います。上高地は、松本市、安曇野市の西側、ここの山中ですね。はい。有名な避暑地というかね、うん、大自然の名所です。とりあえず写真通りになるように作りたいんだけどな。とりあえず川を流すか。こんな感じで。なんかたまにガイドが消えるんだよな。これなんで消えるんだろう、これ。まあ、なんとなく、勘でいきましょう。はい。で、木を植えていく。いや、違うな。先に瓦をつけたいな。砂利でいいっすか？砂利。どうっすか？あー、でも、うん。それっぽく見えなくもないぞ。で、木を植えていく。こういう山肌は前に作ったフォレストブラシ使いますか。ね、ゆる日本用フォレストブラシ。これでいけませんか？うわー、すげえ、一気に。あー、すごい楽。すごい、一気に山になるな。ほんと。最後に、見栄えがするように山をちょっと大きくして。はい、あー、うん。こんな、うん。上高地上高地です。あとあれか。かっぱ橋か。上高地で言うと、かっぱ橋っていう橋が有名ですね。なんかいくつか橋があるんだよね。橋か。こんな感じでどうでしょう。あ、割と思ったよりいいな。よっ。あー、すげー。なんかこんなに険しいんだっけ？こんな高いところ通るんだっけ？もうちょっと低いところ行こうか。こんな感じかな？ああ、うん、まだちょっと高い気がするけど、まあ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 、うんうん、ちょっと高いな。まあよし、オッケーです。せっかくだからかっぱ橋町まで下ろすか。ここにドン。ああえぐってますね。ようこそ上高地へ。直通歩道がございます。あれ、電気ないと言ってんな。あれ？あ、いかん！電気が足りてない！お、久しぶりだね。電力供給しましょう。長野県って水資源がすごい豊富なんですよね。さっき言いましたけど、千曲川。新潟県に信濃川になって流れてますけども、千曲川の水源がありますね。あとは、諏訪湖を水源として、天竜川が浜松市、静岡県の方に流れていきます。で、あと、まあ、いる日本には出てませんけれども、木曽川ですね。木
木曽川は愛知県の方に流れていってるんだよね。結構大きい川がね、いろいろあるんだよね、水源が。ただ、水力発電所は、ちょっとね、このゲームでかいからね、厳しいな。いけるかな？ちょっとここに作ってみる？あ、でも一応16メガワットは、16メガじゃ全然だもんな。いやー、ダメダメダメだ。一番無難なこのソーラー発電しましょうか。この上高地のところの山にこう、建てるか。はい、合計5基作りました。さあ、あとは、ちょっと細かい町をですね、こういう国道沿いに、町というかもう家ですね。家をポコポコっと作って、はい、長野県こんな感じですかね。いやー、やっぱ山が多いね。すごいわ、これは。川と山。そして湖、諏訪湖。すごい大自然ですね。長野市。改め、長領市。そして松本城。上高地。あとは地獄谷の猿。そしてかなりぐにゃってる善光寺。軽井沢には見えない軽井沢ですね。作りました。なんかめちゃめちゃ赤い建物だよ。これ何これ？お店？ん？マックじゃん。マクドナルドですね。これ赤すぎん。こんな赤いっけ、マクドナルドって。びっくりしたわ。ということで、長野県はこちらで開発完了。次回はね、いよいよ行きましょうか。東京都。ただ、東京都狭いからな。なんかあっという間に作り終えそうな気がするな。まあちょっとね、どう作るかは考えますけれども。まあ、IT クラスターだろうな。はい。高層ビルをね、バンバン建てていきましょう。ということで、良ければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイッターもやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方もお待ちしております。はい。すごい段差。はい。ではまた次回の実況でお会いしましょう。皆さんご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。